ユリシーズとセイレンたちは1909年にハーバート・ジェームズ・ドレーパーによって描かれた油彩画である69.25倍84インチ。イングランドのキングストン・アポンハルにあるフェレンス美術館が所蔵している。美術館は1910年にドレーパーから600ポンドで絵を購入した。またドレーパーはリーズ美術館に収蔵されている縮小版のレプリカを描いた。 絵の主題は、ホメーロスの女子誌、オデュッセイアの主人公オデュッセウスが、セイレーンの恋に苛まれるエピソードである。セイレーンは、歌声で、船乗りたちを誘惑する怪物だが、オデュッセウスは、セイレーンの歌声を聞くために、部下たちに自らをマストに縛り付けさせた。元のホメーロスの死では、セイレーンが二人しかおらず、彼女らは岸に止まっている。 対してこの作品ではマストに縛られたオデュッセウスがセイレーンたちの誘惑に強制的に直面させられている場面を描写している。セイレーンは古代ギリシャ美術では恐ろしく醜い生き物として描かれていたが、ドレーパーはセイレーンをオデュッセウスの船に侵入した美しい人魚として描いた。セイレーンの魅力を詩に記述されている歌から視覚的な形に転換することで、 原点の趣旨には乗っとったものの、物語の内容には乗っ取らなかった。セイレーンたちはヌードであり、船に乗ると彼女らの尾ひれが消失している。ドレーパーがセイレーンと人魚を結びつけ、その体を性的に表現したことは、ビクトリア朝時代とエドワード7世の時代の他の作品と一致している。ノルウェーの社会理論家、ヤン・エルスターは、ドレーパーの絵画の名前を、 1979年の合理性とプレコミットメントに関する著作のタイトルとして使用した。ありがとうございます。